Rallies。友達に車に乗せてもらって出かけたりとかするのが結構好きで、まあ、僕今免許取ってる最中なんで、その人に乗せてもらってなんかこう調べるんですよ。関東でスポットみたいなで見てとか浸ってとか、そんな感じです。崖行ったり山行ったり、あとは川行ったり海沿いの方の方行ったりとか結構してます。夜景とか見たりとか、ちょっと頑張んないとなってなりますね。韓国人好きでジャンウジンとか、あとはアンジェヒョンっているんですけど、その二人の卓球がかっこいいなって思って好きですね。フォアが強いんですよ、パワーって。そうす、豪快なスイング で、 で、あとはサーブが好き、まあ、バックとかも触れないわけじゃないし、でもやっぱフォアが強いって。いや、もうないっすね。本当ですか。これやってるっていう実感がないんで。あ、でも多分喋んないかもしれないです。めっちゃ緊張してる時とかはもう喋りたくないかもしれないです。の後輩とかもリーグ戦の時とか、僕がすごい緊張してるって分かったらそっとしてくれるようになりました。でもすごいマイペースってはマジ本当に言われます、ね、生活とかしてでもマジマイペースって言われます、ね、もう性格を一言で言うならマイペースって絶対言われるです、ね、あ、本当ですか。でまだやっぱ卓球選手として長いので飛躍したいですね。全日本でシングルスで活躍できたりとか、人に注目されるような成績をバーンって伸ばしたいと思ってます。ありがとうございます。Rallies.